究極道駅横の飯田豊寺記念碑、飯田豊寺から1913年6月10日は、静岡県出身の鉄道技術者。日本統治時代の台湾総督府鉄道部所属の技師。静岡県沼津市で、父、飯田博士と吉田生の母の間に生まれる。東京公主学校に進学し、土木工学を収めた。卒業後の1897年。 台湾総督府鉄道部の職員となり、1900年に臨時台湾鉄道府設部議士長だった長谷川金介の依頼により、議士として有山森林鉄路建設の事前調査に従事したほか、洛出町所公務係長に昇進。翌1911年総督府が推進する大鳥山町から阿町に至る鉄道路線の建設事業で究極道発出所の主任として、 当路線で最高難度と言われた、過炭水系鉄橋の架橋工事に携わった。工事期間中、何度も、ご応募や増水に見舞われ、イーダー肥料の蓄積から病に倒れてしまい、鉄橋の完成を目前にした1913年6月10日、台南委員でこの世を去った。友人の小山サブローラによって遺木が作られ、究極道、駅横に埋められるとともに、 総督府がその功績を称えるべく、資金を集めて、記念碑が混流された。また、鉄橋自体は1913年末に竣工した。ABCD 再流歩、水道時代的巨離、七中期的台湾国有鉄路、台湾諸房、ピアニッシモ、37から38,315。 ISBN 978-9866318788AB 飯田とよじ台湾記憶2013年7月11日閲覧ジャパンオンザグローブ国際派日本人養成工作に柄探訪台湾人と日本人が共に生きた日々台湾に残る日本統治時代の遺産をたどる明治時代沼津にいた兄弟二人の鉄道ン一日,日本時代に 共用の鉄道橋が遊歩道にリニューアル台湾高尾公平鉄橋改め立て天空歩道日皇帝志向大宮し、ありがとうございます